はい、どうした？金子でございます。ということで、現在朝の5時でございます。めちゃくちゃ寒い。まだ真っ暗ですね。この12月の早朝の朝一にやってきております。で、今日の企画はですね、こちら。500円。この500円以内でお魚を買って、美味しく料理していきたいなと思います。まあ、お金を出せば、もちろん高い魚たくさん買えるんですけど、500円でも美味しい魚があるんですよという企画でございます。はい、というわけでね、今日もお客さん多いですけどね、どんな魚があるか見ていきましょう。さあ、500円なんで、おー500円早速見つけたよ。ジャスト6つ、500円。これうまい魚ですからね。うお、ここにもおる。キビレ4匹も入って500円。安い。うわ、ここまたさらにやばいぞ。ヒラメソゲサイズですね。2匹で300円で、6つ、今日6つがよくあるんだな。5匹で300円。バンガレ3匹で300円。うわ、これめっちゃお買い得。黒下と赤下が入って300円。え、その上とか、これアマダイだよ。え、これすごい安い。200円。三島ウコゼ。これ三島ウコゼってね、ほんと安くて美味しい魚なんですよね。こういうのもそそられるけどね。200円。これもう、これ何この魚、カワビシャかな。やっぱね、500円出せばいろんなもん買えるな。まあ、サザエ2個、まあ、サザエ2個はちょっと寂しいからやめとくとして、まあ、これも500円だ。ムール貝、そして隣のこれアケ貝ですね。スダレ貝とも呼びます。これ身が真っ赤でね、綺麗な貝なんですよ。これも一籠500円。うわ、金白エビも500円だ。これもね、いい出汁が出るんだよな。三河湾でね、よく取れるんですよね。うわ、これ魅力的、魅力的なアナゴがおる。これはいい。うわー、すげー、すごいな。おい、これ鮮度いいな、このヒラメ。その上がヤガラ。ヤガラ、これ赤と青が入っとるな。青が2匹、赤が1匹で300円。これもうまそうだな。うわー、これかな。俺今日これ第一候補じゃないか。ダルマアナゴ。これね、本アナゴよりちょっと味は劣るんですけど、これ身がふわふわしててとても美味しいんですよね。これしかも鮮度めちゃめちゃいいですね。この鮮度の良さでこんだけ入って500円は相当安い。上のあんこもいいけどね。100円の魚がおるぞ。セミホウボウ、あれ100円だって。これもいいな。ヘダイとマダイと、これなんだろうな、なんて魚だっけな、これちょっと忘れちゃったな。どう忘れちゃった。ちょっと小骨が多い魚なんですよね。酢の物とかしたらすげえ美味しいんですよ。うわ、今日これ企画がベストマッチだな。500円あれば何でも買えるよ。うまそう。うなぎが鮮度いいな。これ朝咲いた朝咲きのねえ、じゃあ安い、800円よ、うなぎが。いや、ありえないからね、これ。これ焼いたやつスーパーで買うと1580円ぐらいしますからね、国産で。やっぱこれが朝市の魅力なんですよね。朝市に来ないとこの価格では買えないんですよ。うわ、なんかここめちゃめちゃ多いわ。ここのお店もすごくお値打ちでいい魚があるんですよね。うわ、もうすごいわ。もう選びたい放題じゃん。やば、ちょっと待って、いろいろ言いたい。どっから行こうかな、これ。まずここだよね。何これ、ミノカサゴぽいけど、ミノカサゴじゃない。これ何やけだ、 なんかね、ミノカサゴじゃないですよ、これ。ちょっと名前忘れちゃったっすけど、こういう魚がおるの。ほんで、あ、糸引き味250円。今日僕ね、数でたくさんガンって入ってるもので攻めるんじゃなくて、なんか質のいい500円のものを買いたいなと思ってて。いや、でも今日は選択肢が多いぞ。これまだ生きとるし、いくらだこれ。よ、500円、安い。
シマウシの下、これツチノコみたいなフォルムですよね。これがねめちゃくちゃうまいんですよね。僕魚みんなうまいんですよねって言ってるんですけど、ほんとうまいんですよ。しかも生きてるんでめちゃめちゃいい。貝もそそられるな。600円か、100円オーバーだ。いやちょっとこのシマウシの下キープですね。もうちょっと見ましょうか。アナゴだ。アナゴ、逃げないようにネットがしてある。大きいのが1匹と、これ大きいのが大体 800g ぐらいかな。これだったら刺身もいけるね。ちょっといろいろ見たんですけどね、今日選択肢がありすぎる。500円で質の良くていいものとなると、まあダルマアナゴかシマウシの下で迷ったんですけど、シマウシの下いきますか。池のシマウシの下5匹入って500円、1匹100円なんで、あんな安いことないんで買いに行きましょう。あるかな、売れてないかな、あるかな。うわ、ちょっと売れてる。あった、あったあった、よかった。これもらいましょう。お母さん、はい、何だった、これください。はい、どうも。これとかでかいもんね。うん、まだね、まだ生きとるもんね。生きてるよ、今朝上がったところ。めちゃくちゃ安いね、500円だって、うん、これ美味しいもんね。うん、大好きなんですよ。はい、ありがとう、ありがとうございます。どうも。よし、というわけで本日500円で買った魚こちらシマウシの下。そしたら家に帰ってこちら料理していきたいと思います。それじゃあ帰宅。ただいまということで帰ってまいりました。本日の戦利品がこちらですね。シマウシの下、昔一回ね、もう本当に5年とか6年ぐらい前に一度動画にしますね。この見た目ですよね、本当土の子ですよね。シマシマで、そしてこの尻尾のところがちょっと黄色でね、とっても変わったお魚ですね。で、この魚は海底にへばりついて生活してます。まあ、カレイとかヒラメみたいな、そういう生活をしている魚ですね。で、僕らの地域ではね、すごく取れます。まあでもスーパーとかではまあ見ないですね。本当に朝市に行くと、お値打ちな価格で売られてるっていう感じですね。で、シタメラメは本当高級魚なんです。もう本当何しても美味しい魚なんですけど、特に僕が好きなのは、唐揚げが好きなんです。唐揚げにすると何がいいかというと、この横のヒレヒレ、ここもパリッとして食べられるんですよ。なので今日はこちらのシタビラメを使って、シタビラメの唐揚げを作っていきたいと思います。ではでは、まずは締めていきますか。ほら、まだね、生きております。寒い中、漁師さんが取ってきてくれたんですね。本当に感謝ですね。今、閉まりましたね。はい、閉まりましたと。そしたら、鱗を取っていきます。で、鱗がね、結構取りにくいんですよね。下ビラメ系っていうのは。簡単な方法は、こう、たわしですね。たわしでこう、かいちゃう。ガリ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 と。これが一番手っ取り早いですね。こういうカレーとかには最適ですね。バンガレーとか、あと赤ガレーとかにも有効ですね。このたわしっていうのはね、こう、魚をさばく上で、とっても便利アイテムになってくるんですよ。鱗とかがびっちりついちゃうんで、魚さばき用のたわしっていうのが一つあると、もう最高ですね。こんな感じで鱗をどんどん取っていきます。はい、そしたらこのように鱗が綺麗に取れましたら、ここに内臓が入ってますので、ここを切って内臓を取り出します。はい、これですね、内臓。はい、で、内臓が取れましたら、次はちょこっと細工をします。このまま片栗粉をつけて揚げてもいいんですけど、それだと、この中骨が硬くて食べられないんですよ。どうせだったら、中骨もパリパリっと美味しく食べたいじゃないですか。なのでここで1本真ん中に入れて、そしたらそこから身を剥がしていきます。こういう感じですね、こういう感じ。こっち側と、で、反対側も同じようにピロ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 っとめくっていきます。こんな感じですね。そしたら戻して、平らにしたら反転させて、裏側も同じようにやっていきます。こうして背中、はい、で反転させてお腹側、はい、そうすると表裏こんな感じになります。じゃあもう一匹やりますね。真ん中に一本入れて、まあ、5枚おろしみたいな要領ですね。こういう感じ。これ今、下ビラメでやってますけど、いろんなカレーで応用できます。こうやって中骨も剥き出しにすることによって、骨にダイレクトに油を当てることができますんで、骨もパリッと仕上げることができるんですね。
そしたら唐揚げ粉を作っていきます。まずは片栗粉ですね。今日は片栗粉がベースです。ベースの片栗粉とちょこっと塩気も入れます。お塩で、片栗粉とお塩だけでも美味しいんですけど、ちょっとここにガーリックパウダーも入れます。ちょっとニンニクの風味を追加します。で、そこにブラックペッパーも入れます。ちょっとピリッと効かせます。で、これをジップロックに入れてよーく混ぜます。はい、そしたら先ほどの下ビラメを入れます。しっかりと身と骨に粉をつけていきます。うわー、気持ち悪い、やばい、久しぶりに触ったらやばい。うわー、ちょっと触りたくないけど触ります。あー、キュッとする、気持ち悪い。これだけはなんともならんね。ギュッとこうやって持てばね、大丈夫なんですけどね、軽くフィッと持つぐらいじゃね、フィッてなっちゃいますね。はい、こういう感じで骨も身にもしっかりつきましたと。そしたら爪楊枝かなんかで、あー、固定します。こういう感じ、気持ち悪い、ごめんなさいね、なんかこんな感じで冗談じゃないんですよ。よいしょ。はい、こうやって爪楊枝で表裏こうやって固定しました。これで揚げることによって骨もカラッと揚がります。でも粉はね、できるだけこうやってはたいた方がいいですね。ザックザクに仕上げたかったら、この片栗粉をあえてダマにして、で、その片栗粉のダマをつけてあげると、ザクザク食感の唐揚げになります。僕は薄衣で今日作るんで、こうやって綺麗にお化粧したぐらいの、このぐらいでやっていきます。爪楊枝で固定と。あ、なんか、ちょっと待って。片栗粉慣れてきたかもしれん。このぐらいだったら大丈夫になってきた。気持ちいいもんじゃないですけど、でも意外といける感じになってきたな。やっぱ人間慣れるんだな。このぐらいの大きさだと爪楊枝でいいんですけど、ちょっとこのぐらい大きいと竹串をちょっと割ってこうしないとダメですね。はい、このようにできました。そしたら油で揚げていきます。よし、それでは揚げていきます。よし、もうある程度形が取れたら、もう爪楊枝はいらないので取れても大丈夫です。こうやって剥がれてきてもこうやってちゃんと型はついてますのでね。ある程度揚がりましたら一度揚げます。そして軽く冷やして、で、少し冷えましたらもう一度油の中に入れて二度揚げをしていきます。こうすることによって骨がよりパリッと食べられます。あっち。はい、このように気泡が粗くなってきて静かになったら OK ですね。いい感じに揚がりました。もうパリッパリですね。こうやって持って身が崩れない程度、これ完璧ですね。これはうまいですぜ。ではこうやって大きい方も揚げていきますね。よし、できました。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちら500円で買ってきました、島牛の舌の唐揚げでございます。立派な唐揚げになりましたね。こんな感じにパリッと揚がっております。
映像越しでもこのパリパリ感わかりますよね。この骨までパリパリですよ。このカレー系はこのヒレヒレのとこですね。ここがうまいんですよ。じゃあいただきます。あ、うまいな。やはり下ビラメ系はね、うまいですね。このヒレヒレのとこいきますね。パリッパリ。この尻尾のとこも、おせんべいみたい。全然気にならなくいけますね。ほんでまた骨もうまいんだよな。なんかね、骨に脂身を感じるというかね、甘いんですよ、骨が。普通に切れ込みを入れずに揚げてしまうと、こういう風に骨までパリパリとは食べることはできないんですよね。でもこうやってね、一本筋を入れて骨をむき出しにすることによって、骨まで美味しく唐揚げでいただけると。もう無駄なく全部いただける唐揚げに仕上がります。美味しい。ちょっとレモンをね、キューッとかけたりして。ほんで、カレーの唐揚げは、絶対マヨネーズなんですよ。これがマジでむちゃくちゃうまいんですよ。どのカレーの唐揚げにも共通しています。カレーの唐揚げはマヨネーズ。いただきます。うまっ。この身のとこと骨のとこで、味食感が全く違うんですよ。これ身はホクホクジューシー。骨はパリパリザクザク。最高。はい、というわけで今日はこちらの島牛の下の唐揚げときましたら、お飲み物こちらでいきたいと思います。せーの、でん、ギロのやつ。今日は休館日につきフリーで行かせていただきます。フリーでも合うんだな、これが。よいしょ。はい、7対3ですね。いただきます。早起きしてよかったな。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は予算500円で市場に行ってお魚を買いに行ってきましたけども、いろいろありすぎて迷ってしまいました。なんなら今日1カゴ100円とか200円の魚もあったんで、今日はちょっと500円でも多かったかなと思うぐらいでした。でまさかね、あんな鮮度のいい下ビラメが手に入ると思いませんでしたね。いやー、朝市は楽しいですね。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。